船の左側でする高橋に対して魚は逆方向に。このままでは取り逃してしまう。そう判断した笠原さんはここで海釣りの裏技を披露。これを逃がします。お逃がします。逃がす、逃がすっていうのは、お大事を緩めます。あ、なるほど。あ、船の裏側に。しかしここまでせっかく巻き上げてきた釣り糸が再び数十メートル戻されたことを知った高橋は思わず、これなんだこの釣り、なんだこの釣り、ちょっとこれ松方っぽいですよ。ほら松方っぽい。今度ちょっとみんな松方って言って。松方、おありがとう。また裏入ってきた。わーってきた。でかっ。おー。あ、行っちゃった。あ、行っちゃった。あー、口切れた。残念。次釣ればいいですよ。まあね。あ、まだまだいますから。あ、疲れた。腕パンパンだもん。いや、あんな引くんですね。そうですね。もうもっと大きければもっと引いてくれるんで。いやー、これダメだ。笠原さんいなかったら大変なことになってますよ、こんなの。はい、じゃあ次行きますよ。あ、はい、すごいな。これ時給欲しいな。これ労働じゃないですか。過酷な労働が影響したのか、高橋の体が悲鳴を上げる。潮がね、ほんと早いんですよ。何がすごいって、もうこっちの方が喋り違うよ。何で喋りを催すんだよ。こうでしょ、それは。ゲノ、ゲノ、ゲモ、ゲモだよ。ゲモがさ、リバース。そうだよ、マジで多分 4,5 リットル入ってくる。 4,5 リットル、お前何食ってたんだよ。いや、分かる。だから飲んでは吐き、飲んで水分が脱水症状。そうか、そうか、そうなるもんね。飲んでは吐き、うん、だからその、なんていうの、水を取らないと、あの、胃液で炎症起こしちゃうっていうから。なるね。あの、とにかく出した分飲めって、うん、で、出しては吐き。今出してないよ。出してない。飲んでは。コップから出したってことね。違う違う。飲んでは、うん、ペットボトル飲んでは吐き、うん、飲んでは吐き。で正解。もう最低のコマーシャルだよ。最低のドリンクの CM。ゲボ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 吐きまくり。